カラケネ王国の藩とカラケネ王国とは、紀元前129年にアラブ人のヒスパネシオスがバビロニアに作った王国。寛英が通った上司国と同一という説がある。首都はカラクススパシヌヒスパネシオスは元来セレウコス朝によって任命されたカラケネの総督であった。バビロニアは紀元前139年頃にはパルティアの支配下に入ったが、 セレウコス長は、湿地回復を目指して、パルティアと戦いを繰り広げた。この戦いは、最終的に、パルティアの勝利に終わったが、紀元前128年頃、パルティアに侵入した、サカ族によって、パルティア王フラーテス2世が殺され、パルティアの政局が混乱し、パルティアのバビロニア総督ヒメロスが、バビロニアでの独立勢力の確立を目指すなどし、 パルティアの影響力が大幅に低下した。この木に乗じてヒスパネシオスは影響力を拡大し、ヒメロスと戦って、これを破り一時セレウキアを占拠するなどして、王を名乗り、カラケネ王国を築いた。その後ヒメロスの巻き返しがあったが、間もなく、勢力を回復したパルティアが再びバビロニアに影響力を行使するようになると、ヒメロスは排除された。 カラケネ王国もパルティアに対抗する実力はなく、その後パルティア内の反独立国として存続した。しかし、パルティアがサーサーアン・アサによって打倒されると、カラケネ王国も、その影響下に入った。サーサーアン・アサは、中央集権的な国家体制を築き上げていき、やがてカラケネ王国も消滅した。ありがとうございます。